に行く回数が減ってきてたんだけどな。モカもランがあそこにいたなら止めないと。ごめん、今度はそうするね。てか今日から練習再開するんだっけ？ああ、ツグはまだ来られないけど、本番までは時間があまりないからな。私たちだけでもできることをやろう。ツグが安心して戻ってこれるような土台を作るんだ。うん、そうだね。ラン、練習行こう。先行ってて、遅れるよ。言うてもう遅刻の時間だからな。どうせ怒られるなら二人一緒の方がいいかなって。私は一人で怒られ慣れてるから、家でいつも怒られてるし。ランパパのことか。昨日父さんにバンドのことごっこ遊びみたいだって言われた。ごっこ遊び程度のものならやめろって。ごっこ遊びか。じゃあ私ギター役がいいな。私はバンドのことごっこ遊びだなんて思ってない。バンドをやめるつもりもないし、華道だって継ぐつもりない。そう言ってるのに。うん、ごめん。やっぱり先に行ってて、後で行く。うん、スタジオで待ってるね。おいっす、遅刻遅刻。モカ、ランと一緒じゃなかったのか？ラン、後で来るって。ラン、大丈夫なのかな？今日、練習に来るといいんだけどな。ラン、大丈夫？心配してたんだよ。別に心配されるようなことしてないよ。え？だって今日授業に出ないで屋上にいたって聞いたよ。屋上にいたから何？最近はちゃんと授業に出てたのに、どうし…別に何もない。てか私が授業に出なくてもひまりには迷惑かけてないでしょ。そうだけど。その言い方はないだろ。みんな心配して。心配なんかしなくていい。私が何しようがどうなろうがみんなには関係ない。関係ない？トモエ、勝手なことばっかり言うのもいい加減にしろ。私らがどれだけランのこと心配してると思ってるんだよ。私ら幼馴染だろ。そこらの奴らよりよっぽどランのこと分かってるつもりだよ。それを関係ないってどうしてそんな風に言えるんだよ。ランの家がどういう家なのかだって知ってるよ。将来のこととかきっといろいろ一人で大変な思いしてるんだろうなって思ってるけど、ランは私たちに何も言わないから。トモエ、悪い、言い過ぎた。ラン、うん、ごめん。私最悪だ。大丈夫だよ。ランもきっといろいろ重なって大変なんだと思うし、今はちょっと気持ちが高ぶってるかもしれないけど、きっともう一回話せば分かってくれるって。ね、トモエ。ごめん、ちょっと外の空気吸ってくる。あ、トモエ。私、ラン探してくる。モカ、はあ、みんな行っちゃった。私、どうすればいいんだろう。